今日あの公式戦初出場ということで、まずは感想をお願いします。まあ、そうですね、まあ、入ったら、ヘディングの強さだったり、まあ、そういう自分の特徴を出していこうと思ったんですけど、まあ、最後ちょっと負けてしまって申し訳ないんですけど、まあ、切り替えて頑張ります。ヴェルディに入って、まあ、初めての試合出場ということで、まあ、その、まあ、サポーターに対してですね、例えば自分の方、まあ、アピールポイントというか、そういったところをちょっと、まあ、そうですね、まあ、僕の特徴は、身体能力だったりヘディングだったり、まあ、ボールをフィードするキックだったりっていうのを見てほしいんで、まあ、そこを見てください。まあ、これから、まあ、まだシーズン半分ぐらいこれからのこのシーズンに向けての抱負を、お二人の目標を、まあ、そうですね、まず、まあ、自分が試合に出て1試合でも多く勝てるように、まあ、チームの勝利を、まあ、第一に考えてやっていきたいと思います。今後も頑張ってください。ありがとうございます。